よっ、ここでお前に会うとはな。今日は運がいい。どうだ、冒険は順調か。キャサリンさんのところへは依頼を受けに来たのか。またワクワクするような冒険を始めようとしてるんだな。俺はベネット、どこにでもいるモンドの冒険者さ。ああ、つい強引に話しかけてしまった。悪い悪い。お前のことは前々から気になってたから、あえて嬉しかったんだ。実を言うと少し緊張もしてる。もちろん神秘的な異教の旅人、風流の災いを収めた勇士、そして冒険団の団長、どの肩書きも羨ましいぜ。ああ、冒険者の間ではもう広まってるぜ。お前の冒険団が大陸のあちこちで活躍してるって。毎日何気ない依頼をこなしているように見えるが、大事件が起こると必ず現れるだろう。とにかく俺はお前が羨ましいんだ。だって主人公みたいじゃないか。それに俺は運が悪くて冴えないし、自分の冒険団だって。おっと、何でもない。気になる人の前で何をメソメソしてんだ俺は。もっと有意義なことを話さないと。あのさ、もしよかったらだけど、後で冒険に行くんだったら俺もついて行っていいか。お前は知らないかもしれないけど、俺ってすごく運が悪いんだ。一緒に冒険したら悪い運がお前にまで影響して冒険を台無しにしちまう。お前に迷惑はかけたくない。だから横で見てるだけでいい。それだけでいいんだ。え、他のこと？ああ、そうだな、一緒に話すことができるだけで十分だし、冒険はまあいいか。じゃあ何をするか。普段の俺は冒険以外だと親父たちの世話をしてるだけだから、何をしたらいいか全く思いつかないな。頼む、お前とだったら何やっても楽しそうだしな。あー、でも俺って運が悪いから楽しくないことも起こるかもしれないけど。おう、わかった。まあ俺がコントロールできることでもないけど。で、どこに行くんだ。いい案だな。俺は城内より城の外の方が詳しいんだ。特にモンド付近はな。まあ冒険者協会の情報部にいるフィッシュルにはかなわないけど。そうだ、タンポポがたくさん生えてる草原を知ってるんだ。すごく綺麗だぞ。モンドのいいところが詰まってる場所なんだ。行ってみないか。よかった、嫌いだったらどうしようかと。じゃあ出発しようぜ。前はこんなんじゃなかったのに。タンポポの綿毛が全部なくなってる。風に吹かれたのか、それとも誰かが。はあ、本当にごめん、こんなに遠くまで来てもらったのに。ああ、とは言っても俺の運だと予想外のことも予想外じゃないんだよな。じゃあもうここにいる意味もないな。少しこの辺りを探索してみようぜ。何か面白いものが見つかるかもしれない。おい、見ろよ、魔物の拠点があるぞ。
宝箱もたくさんあるし、魔物の見張りもいない。俺は体を動かしたかったのに、魔物が全然いないなんておかしい。こんなに運がいいことなんてめったにないんだ。きっとお前がそばにいてくれたおかげだな。じゃあ行ってみようぜ。宝箱の中身は何だろうな。きちんとしまっておこう。ここの宝箱ほぼ空っぽだぞ。いいものも入ってなさそうだ。これだけか、がっかり。ふう、全部開けたよな。え、なんか問題でもあったか。こんなに収穫があったんだから嬉しいはずだろ。なんでそんなに落ち込んでるんだ。ん、宝箱ってそういうもんだろ。モラがちょっとだけ入ってるか、たまにキャベツとか大根とかが入ってるくらいじゃないのか。モラがあって食材もあれば俺はそれで満足さ。お前の言う武器や生物や他の宝物って超レアなものだろ。俺はそんなの命を落とすかもしれない危険な場所でしか見たことがないぜ。そうだったのか。ショックだ。宝箱すら俺の不運の対象なのか。散歩を続けようぜ。じゃないと魔物が帰ってきちまうかもしれない。ほら行こうぜ。一応目を覆えば瞬く間に。本当にいい場所だな。風が気持ちいい。心が安らぐぜ。俺は長いこと一人で冒険してきた。こうして誰かと一緒に過ごすのはすっごく懐かしくて楽しいんだ。ああ、でも別に寂しくはないからな。冒険してない時も親父たちが一緒にいてくれてるし。そうだ、親父たちのことは話してなかったよな。みんなすごい冒険者たちなんだ。数々の武勇伝をたくさん持ってる。まだ赤ちゃんだった俺を危険な場所から救い出してくれて、大きくなるまで育ててくれた。今はもうみんな年を取ってほとんど歩けないから、今度は俺が世話をする番なんだ。機会があったら親父たちに会わせてやりたいな。
親父たちの武勇伝は面白いから、きっとお前も楽しめると思うぞ。ああ、俺の冒険に関する知識はほとんど親父たちから教わったんだ。すごいんだぜ。そういえば風の翼は持ってたよな。今日は天気も風速もちょうどいい。風の翼で遊ぼうぜ。お？あ。ごめん、さすがに俺も驚いた。まさかこんなことがあるなんて。どうやら諦めるしかないみたいだ。他のことをやろう。ベネット、ここにいたのか。お、ジャックじゃないか。俺を探しに来たのか。何があった？今日は湿気が多かったからか、教会にいる年寄りの冒険者たちの理由待ちがまた発症してな。親父たちのことか。それはやばい。早く世話しに戻らないと。ああ、みんな世話を焼いてくれる。君の名前を呼んでるよ。わかった。すぐ帰る。ああ。ありがとう。お前一人を残して帰ることになってごめん。早く行こう。みんな君を待ってる。わかった。じゃあ俺は先に行くよ。今度うまいもんごちそうするから。じゃあ。ベネットが帰ったら天気が良くなったぞ。